ナミさんお疲れ様です。実はね、今日の朝のライブ放送は、一人企業のリスクというテーマでお話ししようと思ってたんですよ。で、ライブ放送始めようかなと思った瞬間に、ナミさんから動画送られてきてね、で、フリーランス独立で失敗する人でしょパート5まであるんでしょこれ、なかなかね、タイムリーだなと思いました。ほんとなんか繋がってるんですかね。えー、ということでね、ナミさんの動画を拝見して気づいたことがいくつかありました。まずは、フリーランスって23兆円ぐらいの規模がある。 これ実は考えたことなかったんですよ、こういうこと。あ、そんなやるんだなと思いました。そして、1000万人以上の人が、このフリーランスという市場に参入してるってことですよね。まあ中には副業でやってらっしゃったりとか、不定期でやってらっしゃったりとかいると思いますけども、で、私のね、別のリサーチによると、平均すると、フリーランスで平均月収10万円以下の方が9割以上いるそうなんですよね。うん。まあそういうとこだけ捉えると、ちょっとフリーランスって怖いような気がしますけども、でもね、 10万円以下の瞬間がある人でも、ちょっと頑張って20万、30万に上っていく過程だと思ったらね、そのプロセスだとしたら、まあみんなが通る道、それが月収10万円以下のフリーランス時代なのかなと思いますよね。まあでも本当、ナミさんの動画、あいいなと思いながらね、拝見させていただきました。そして、起業に向いてる人、向いてない人がいるっていうのも、これもね、あなるほどな、わかるなっていうところがありました。ですんで、 もし、ね、何のスキルもない人が起業しようとするんだったらスキルを身につけることによって多少の勉強や挑戦は必要だと思いますけども向いてない自分を向いてる自分に変えていくことはできるのかなと思うんですよえそして会社員として数年間とかね十数年お勤めの方がフリーランスを目指すとしたら自分が会社の中でどんなスキルを培ったかなってことを振り返る時期が必要だと思います。例えば部下を育ててきた実績 人材育成の能力がある、商品開発をしてきた実績、営業の実績、中間処理能力、つまりは事務ですよね。こういったことがたけているとかね。何かしらその会社で必要とされてるから出世したというところがあったり、実績を積んだってことがあったら、その実績や出世した経験とかね、人材育成のスキルとかを持って、それを専門業として独立すればいいと思いますけども。 もし何も追い物ついていなかったとしたらねもし何の実績もないとしたら会社の中にいるお荷物じゃないですかねこの人はうーんそう考えるとやっぱり世の中は非常で会社の中の自分の立ち位置が社会の中の立ち位置にイコールになることって結構多いと思うんですよねだからこそなんですよだからこそ会社の中でまずは社内にマーケティングをかけていって自分の影響力とか実績を会社の中でもっともっと発揮してみたらどうかなっていう風な気もするんですよ 会社の中でパッとしないから、だから自分は企業は向いてるんだっていうのは結構危険な考え方で、起業に向いてる人とか、起業に向く自分を作った人って、多分組織の中でもね、一定のアビリティ、能力を発揮できると思うんですよね。そういう意味で言うと、こう言ったらね、ひどい言い方になりますけども、うだつの上がらない人が起業すると、本当に悲惨な結果になると思います。でも中には、起業することによって甘かった自分に気づいて、 一年復帰する人もいるんでね人間の可能性は時にね残酷でもあるなという気がしますねでもここまで言っててあれですけどもね奈美さんね私ね会社をやったりお店をやったりとか散々してきた30代だったんですけども一回もうまくいかなかったんですよ一回もうまくいかなくって40になってパソコンで一人起業したら一気にうまくいったっていうねこんな特殊な例もあるんで 会社の中でうまくいかない人でも会社の外に出ればねうまくいくみたいなこともあんのかなとか思っちゃうんですけどどうなんですかねこれはねでもナミさんが言われたように独立して失敗する可能性の高い人は独立して失敗する可能性をできるだけ下げた上で独立することぐらいはやった方がいいですねだって独立して成功しやすそうな人そんな準備をしてきた人でも じゃあ、苛烈な競争社会で生き残っていけるかって保証は全くないですからね。うん、だから、日の目を見ない天才とか、一発当たらない努力家っていうのは結構いますんでね。うん。むごい世の中だと思いますけども、でも、だから、諦めるわけにはいかずに、やっぱ常に挑戦してぶつかっていけるってね。ぶつかって。いや、何の保証もないのは、会社にいたって会社の想像でたって同じですからね。一押し切りしかない人生。 頑張っていきましょうということですかね月並みなまとめになりましたナミさん今回も動画ありがとうございますそれでは